大名取橋は新名神高速道路、がらき IC 大津ジャンクションにある橋梁である。2008年2月23日の新名神高速道路亀山ジャンクション草津田上 IC の開通により強用された波形後半ウェブを用いたエクストラドーズド橋である。橋橋長555メートルと495メートルの2橋梁からなり、最大島長170メートル、 最大地上高は103メートル。2000年2月着工、2007年4月竣工、2006年度土木学会、田中賞を受賞している。全長約500メートル程度であるが、滋賀県内の高賀市を津し立東市の産地に所在している。デザインを担当したのは、アメリカ人女性の景観デザイナーターニア・ウィルコックスと、滋賀県立滋賀らき高等学校の生徒である。歌賞は、 立東橋だったが、第二名神高速道路立東橋、橋梁名称選定委員会により、名称が募集、決定され、橋梁形状のイメージと合致度、地域性などの選考基準を踏まえて、首都の庭の鶴が背中合わせで天に向かって飛ぶ姿を模した衣装と、首都付近の地名である大鳥居から、大名鳥橋と名付けられた。その他、優秀作品として、大鳥居大橋。 大見飛翔橋が選ばれた。上下線とも、完成6車線構造で施行されているために、有効福音16.5メートルを確保しているが、建設途中の2003年3月25日に、道路関係4高段民営化推進委員会から発表された建設コスト削減計画により、暫定4車線で供用が開始された。3車線目は、アスファルト補装されておらず、 ラバーポールによって分離されている。橋梁名称は、大海大鳥橋であるが、下り線の橋梁手前本線路肩に設置してある。橋梁名称と橋町を表記した標識には、英語表記で、お見おりブリッジと表記されていた。間違いを指摘されたネクスコ西日本は急遽、橋梁前に標識を、お見おりブリッジと修正した。大大橋下り線側中工事中道路は、 大戸川ダムにより水没予定であった、県道16号大津がらき線の付け替え道路、右の森土は、新名神高速道路建設工事により出た、土砂下り線東側3橋脚左奥と、右手前には支障を、設置上下線とも西側に景観が、エクストラドーズと形式となっており、他の部分は PC 箱下橋もしくは PC ラーメン橋の構造になっている。これは、 西側兄弟と首都市までの斜面が急峻で、かつ環境省のレッドデータブックに記載されている、絶滅器具通類の石持草や大引きよもぎ、純絶滅器具の姫メコヌカグサといった気象植物の自生地となっていたことから、この斜面へ橋脚を設けることによる自然破壊を回避するために、130メートルから170メートルの島町が必要とされたからである。 オード川支流の蛇行する立地条件から、橋脚の高さは16.8メートルから65メートルと様々である。基本的に PC 桁は橋脚に5を決しているが、個々の橋脚口に格差が大きい下り線橋梁では、応力の集中を防ぐため提供脚に気に支障を採用している。ありがとうございます。